皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今年1月にリリースしたこれさは作詞作曲、最上級に可愛いの。が TikTok 総再生回数12億回を突破した超ときめき宣伝部。そんな超ときめき宣伝部が、自身の目標としていた TV 朝日ミュージック STAION20 月18日、金曜日に初出演し、最上級に可愛いの。 と、学園天国、フィンガー5の名曲を SP カバーを歌唱することが決定した超ときめき宣伝部公式 SNS へ公開されたメンバーへのサプライズ発表動画では大喜びするメンバーたち酒井二花はめっちゃ目標にしていたと涙ながらに話したメンバーサプライズ動画 SNS ではおめでとうついに M ステきた 絶対見る、やばすぎて電車で泣いてる、メンバーの嬉し涙が見れて嬉しい。などファンから多くのお祝いコメントが寄せられている。今月1日には、最上級に可愛いの、の続編となる新曲、こんな私はいかがですかを配信。12月4日発売のニューアルバム、ときめきルールブックのリード曲だ。自己肯定感がアップする、最上級に可愛いの。 と、その続編となり多幸感あふれる、こんなあたしはいかがですかこちらもぜひチェックしてほしい、こんなあたしはいかがですかダンスムービング、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。